日本プロ麻雀協会17期後期の長谷川しおりです。福岡県福岡市です。今回はしーたんって呼んでもらいたいなって思ってます。だいたい大学の20歳ぐらいから始めたんで、まあ8年から10年ぐらいにはなるかなって思います。プロ歴は4年目だと思います。髪が今シルバーなんで、あんまりなんか綺麗めのドレスとかが似合わなかったんで、それならもうカジュアルにしちゃおうと思って、上はパーカーでブーツ履いてみたいな。どちらかというと守備型で、相手の皮とか仕掛けとかを見ながら、対応しながら攻めたりとか受けたりとかしていくようなタイプだと思います。ガシガシ攻めれるタイプではないと思うんですけど、リーチ受けた後とかも粘って、なるべく上がりに行ったりとかテンパイ取ったりとか、そういうところは得意かなと思うので、そういうところを見てほしいです。こういう場をいただけたことがすごく嬉しくて、このメンバーの中ではそんなに有名な方じゃないと思うんですけど、私が優勝して私が優勝して、皆さんに私のことを知ってもらえたら嬉しいです。